リーダーヘッドは Linux カーネルのシステムコールでファイルの内容をページキャッシュに読み込む。これは順次アクセスされたファイルをプリフェッチし、そのコンテンツを HDD よりも RAM から読み込まれるようする。これはファイルアクセスの0点シを低くする。多くの Linux ディストリビューションは一般よく使われるファイルのリストについてのリーダーヘッドを起動高速化のために用いている。 そのような構成では、カーネルが、プロフィール、ブートパラメータと共にブートしたら、ブート中のすべてのファイルアクセスが記録され、後のブートシークエンスで読み込まれる、ファイルの新しいリストが作られる。これは、追加のインストールされたサービスを高速に開始する。なぜなら、これらのサービスは、デフォルトのリーダーヘッドのリストに含まれていないからである。システム D を用いる Linux d i s t r i b u t i では、 リーダーヘッドのバイナリはシステム D リーダーヘッドに置き換えられている。しかしながらシステム D のバージョン217でリーダーヘッドのサポートは除去された。これはメンテナンスされておらず期待されるパフォーマンスの利益を提供できていないことによるとされる。現在実験的なページレベルのシステムのプリフェッチがさらにパフォーマンスを向上させるために開発されている。 ありがとうございます。